大平城石公園大平城跡より南西を望む。奥の山は、大和町の七つ森大平村は、宮城県中部、黒川郡に位置する村。県下唯一の村である。宮城県のほぼ中央に位置する村で、県庁所在地の仙台市からの距離は約30キロメートル。地形的には、なだらかな丘陵地が村の大部分を占める。 セントラル自動車が東村域の第二仙台北部、中核工業団地内に本社並びに工場を移転。2011年1月、創業開始。また、トヨタ防食が関東シート製作所を個会社化の上、トヨタ防食東北が同工業団地に宮城工場を建設。2011年1月、創業開始。2012年7月1日付で、 セントラル自動車をはじめ、関東自動車工業、トヨタ自動車東北のトヨタ自動車参加3社が、経営統合する新会社、トヨタ自動車東日本発足、本社が大平村に置かれた。トヨタグループの小型社の一大生産拠点となり、企業城下町となっている。2021年3月8日に大平、村役場前郵便局が開局するまでは、 大平村は全国で唯一直営の郵便局がない自治体であった。大平村内の集配業務は吉岡郵便局が行っている。隣接する鹿間町、山都町にまたがって陸上自衛隊の演習場がある。注釈出典参考文献ありがとうございます。